はい、どうもみなさん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、全ロストライト、やっていこうと思います。全ロスしているバージョン熱をということで、まあ今回はですね、SKS 使ってやっていこうと思うんですが、えー、かなりですね、カスタムにこだわりました。はい。完全なね、SKS ができたということで、まあ、皆さんにね、ご紹介していきたいと思います。えー、まあ反動スコアが117ね。で、 呼吸のブレマイナス15%ここをですね意識しましたね僕は、うん、やっぱり、えー、長距離、えー、使っていく武器で、まあ、呼吸のブレがあるとね鬱陶しいんで、えー、今回はね、えー、と8スコではなくて4スコにすることによって、まあ、呼吸のブレをですね、まあ、小さくしていったという形になっておりますあとはまあアングルドグリップとかつけてねはいでまあ もう SKS のみだったら、ちょっとあの僕不安なんで、VSS もね、持っていこうと思いました。はい。今回ね、ハンドスコア85の VSS 使って敵しばいていきたいかなと思います。はい。まあ、こだわったところはね、えー、このダイアゴナルグリップを、まああの、搭載したということで、まあこだわりは低めというわけです。はい。ということでね、早速、秋山ランクマッチ、潜っていこうと思います。レッツゴーさあ、ということでね、 えー、やっていきましょうか。秋山、秋山、ランクマッチ。はい。ということでね、僕は、まあ、普段ね、平日、まあ、休み時間というか、休憩時間というか、睡眠時間が、あ、勝ちました。はい。まあ、とりあえず、ライオンキングは僕な。えー、睡眠時間がですね、毎日、まあ、3、4時間ぐらいなんですけど、こういう生活を送ってるとね、休日にさ、マジで眠いんだよね。うん。今日ね、えー、休日に動画撮ってるんですが、皆さんはね、なんかさ、 こんなさ、休日に動画を撮るような、ユーチューバーもモドキにはなってほしくない。うん、YouTuber だったら、まあ、休日にさ、動画を撮るとかわかるんだけどさ、YouTuber モドキがね、えー、毎日動画を撮ってるのは、わけがわからないのでね、だから皆さんは、えー、こんな大人にはならないように注意しましょう。はい。ということで、えー、早速道具箱開けていきますな。まあ、鉄はうまいから、撮っとこいやー、ちょっと今回はね、VSS と SKS というね、 まああの前代未聞の組み合わせそんなに珍しくはないんですがまあ、S ケースが強いっていうのをね聞いたので誰かに聞いたんですよもう誰だか覚えてませんはいそれぐらいね記憶力の低下が激しいんですけれどもとりあえずまあ使ってみましょうか100分は一見にしかずということでえー、っと今日ね俺マンバ持ってきたんだけどさあの防具がさ5防具だからちょっと不安だわマジであはは怖い怖い怖い 誰誰誰お前かやったなはい VSS 最強なんか VSS ってさ水平方向のリコイル結構弱い気するんだけど、えー、今回はねあのー、大アナゴナルブリップっていうのもつけてきたんであの水平方向もね軽減されてますので、まあ、めちゃめちゃ強いんですよ、はい、ビーフ缶うましい ほんなら、ちょっといらないやつ拾った可能性あるよな。これとかいらないから捨てとこいらないものは捨てるんで。で、ヘラの交代容器とかマジでいらないんで、もうワイプしてほしいんで、僕は。全員が全ロスする世界線を作りたいんで拾いません。すいませんね。ワイプ反対者の皆さん、ごめんなさい。僕はヘラは集めない。絶対に協力になんてしねえんだから。まあ、それぐらいのね、えー、メンヘラ機質を見せていったところでやっていきましょうか。いや、マジでさ、 ま、SKS 持ってるから、まあ、そんなゴリゴリに詰めなくてもいいんだよね。うん。まあ、詰められたら VSS で対応しつつ、まあ、詰められなければ、まあ、あの、SKS 使って、え、ぶち抜けばいいんで。で一旦アーマー修復しとこまずい。アーマーもさ、ちょっと上限値がね、低いアーマーで来てしまいました。まずいわ。やられる可能性ある。で、全然ブレないでしょほら、呼吸のブレがないでしょこれなんだよな。 マイナス15%にしておくことによって、まあ、あの、安定してね、撃てるっていうのはめちゃめちゃ強いんで。まあ、ああのー、ちょっとゆっくりめで行くか。あんまりさ、急いでも意味ないからな。このゲーム、結局。急いで急いでさ、先を急ごうとすると、あんま意味ないんですよね。最終的にさ、あの、しばくゲームだと思ってるんで、これ序盤にやり合ってもさ、敵さ、物資拾ってないし、 あの帰れないんだよね、ランクマッチの場合は。だから敵にまずはバトルカーディングを拾わせて、そっからだよな。うん。だから、ま,あ、まず序盤は、まあ、しょうもないね、トークで繋いでいくのが、まあ、このゲームの醍醐味なわけよ。で、ソロでやっててさ、もうあの、このマイクの前でさ、喋ってるさ、人間は、マジで哀れなんで。ほんとにね、滑稽ですよ、皆さん。あの、僕のね、撮影風景を、 第三者視点でね、見てみると、まあ、滑稽だからな、ほんとに。ほんとすごいよね。YouTuber のメンタルね、ほんとすごいと思う。このさ、一人でさ、毎日ブツ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 喋っていって、素晴らしいです。何が素晴らしいのかよくわかりませんが、まあ僕もね、2.5周年活動してきて、まあ、あの、4年ね、やったら僕プロだと思ってるんで、 あと1.5周年頑張りたいと思う。4年間やった後に、まあね、身の振り方を決めましょうよ。まだ慌てる時間ではない。ということで、えー、今後もよろしくお願いします。ミネラルウォーターは拾っておきます。お、いいじゃん。ここに紫湧いたのでかい。はーい、65月中。アングルドグリップはもういっか。たださ、敵さんが別荘にいるんだね。了解。 別荘2機が結構拾ってるっぽいね珍しいじゃんあんまりさ序盤に拾うプレイヤーっていないんですがまあ、今回ねライオンキングが1匹もいないからまあそれもそうかライオンキングはね結構拾わないんですよドラゴン隊とかもう序盤マジで拾わないから敵の位置が分かりづらいんだよなほんとにこうやって拾うプレイヤーはですねあの位置ねバラされるんで気をつけましょうねほんと まあ僕もね、えー、序盤に拾うスタイルなんで、こういうことやってるからしばかれるわけですよ。危ない危ない。寄ってくるから。敵にはさ、俺の位置が丸見えで、で、俺は敵の位置全然わからないっていうね、このさ、圧倒的不利な状況を返していくのが気持ちいいんだよな。うん。まあ僕は相当なド M の可能性があるが、一旦否定しておくわ。否定しておけば、すべてさ、それは言ってる人のね、 憶測の域から出ないんで、否定をしなければね、えー、それはちょっと、あのー、グレーゾーンになってくるんですが、本人が否定してることに対してさ、第三者がさ、違うよ、こうだよって言っても、それは違うじゃないですか、証拠があるんですかと言いたい。僕の場合は動画に残ってるんで、まあ皆さんね、他の動画も、まあ見て、証拠集め頑張ってください。ちょっと待って、キャンセルしよう。まだいけてるな、うん。鎮痛剤切れてないのに、鎮痛剤飲もうとしてました。だいぶ疲れてますね。 え、一旦じゃあ僕も別荘見てみるか。別荘2期、ば木に行きます。別荘2期、ば木、セカンドシーズン、始まりました。さあ、ファーストシーズンを乗り越えられなかった僕が、セカンドシーズンを生き残ることはできるんでしょうか多分無理でしょうね。いや、マジでさ、もう弾もさ、解放しなくていいような、もう。だってもう、もうすぐワイプで全部終わるんでしょ。弾の解放とかも意味なくなっちゃうんじゃないの あと18日後にはね、ワイプというものが来まして、もうみんなね、全ロスするんで、結局。もう運命共同体だな、ほんとに。どこにいるちょっと待てちょ。画面暗い。いやー、マックスか、明るさ。いや、マジ、暗いって見えないって、ほんとに。いや、別荘にいるっぽいんで、あいつなんだ。あいつはマロか。とりあえず本館にいるな。うん。絶対に返さないから、俺。 あ、で、ここにさ、罠貼っとくか。ここにちょっと罠張りしときましょう。罠張りだけしといてあげて。で、まあ、ヘイトをね、僕からね、遠ざける。あれ俺の位置見えてねえじゃん。なんであっち行ったな。まあ、いっか。とりあえずなんか、罠張り、なんか、失敗しました。えー、これ全部取得しておいて。で、あっちの方行ったんだよな。 あっちから帰る気かなもう赤だからね。だいぶ溜まってると思うんだよね。バトルのカーディングの方は。さあまあこっからは冷静な判断で敵しばいていきたいんですが。まあ一枚ぐらいしばいて僕も帰りましょうか。とっとと。あんま意味ないんでね。このランクマにおいて、まああのー、ずっといるっていうのは。うん。どこ行ったんだろうあいつしばかれたかな なんか、なんかいるよな。ああ、あれ、マロが縛かれてんだ。多分、縛かれてる。マロ縛きにあっていて、で、どこ行ったんでしょうか敵さん。あの、なんかさ、CPU が出ると噂の部屋行ったんか。ちょい、わからないね。いやー、どうしよう。あ、いる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 。あれか。縛子。 さあさあさあ、こんにちは。いや、すごいじゃん。全然当たんね全然当たらないけどもう。とりあえずちょっとマロにさあ対してやってみよう。あ、弱っ。マジか。マロに対してもそのダメージなんだ。マジか。えー、別荘でなんか開いたところで、まあ、あっちに対してもやってくか。 本館にはいるのかななんかいそうなんだよな、まだ。うーん。じゃあちょっと一旦ここは、あ、いるいるいる。さあ、おいえー。おい、ヘッド当てさせろ、マジで。えぇ、ー、全然当たんねえ !SKS 強いのただまあ、安定力はある気がしますが。安定力は認めますが。 ちょっとからんあーてか、なんか、いいところに呼んでるかもしかして。いや、違うな。脱出出口はそこなんで。あ上か変なとこから撃ってきたな。あれか。めっちゃ遠。あ、遠いね。8スコかな。4スコじゃ当てられませんね、あれは。で、いいところにさ、ちょうど開いてるんで、ワンチャン、まあ、グレも通せるし、素晴らしい。 あいつ、しばきたい。当たっている。ゴーアーマーに対して当てていく。まあ、あちま、ちま、ちまと。ここは一旦ね、えー、まあ、ちょっかいかけておきましょうか。s ケースマジいいよ。安定するわ。安定力20丸。さあ、ま、あここ取ってる限りね、えー、敵はね、多分動けないと思うんだ。 でもちょっと俺さ、あの、罠張りに行く。ここはね、ちょっと罠張り行きましょうか。あえて、ちょっとこっち側回ってるぞっていうのをね、見せつけるために、一旦ここに落としとくわ。OK まあこれで、えー、もう、すべての準備は整ったので、あとはま、SKS 構えて、パンパンパパンパンと、敵が脱出するのを待ちましょう。 3分後ぐらいかなうん。あと数分か。まあ、3分もかかんないか。あと1分後ぐらいには、敵がね、えー、帰ると思うんで、とりあえず早くレーダー来い。レーダー来て俺の位置を勘違いしろ。まずは。話はそっからだ。はな、あ、オッケー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 。これで、俺が多分移動したと思い込んでるでしょう。てか、敵もさ、落としたな、カード。 なんか赤いさ、やつがなくなった。落としましたね、この感じは。なかなかやるじゃない。レーダー前にカードを落とすとさ、ワンチャン反映されないんかなどれぐらいの時間で反映されるんだろうちょっとわかんないけど。とりあえず多分敵帰るね。うん。今解放されたので、まあ、あとは見守るだけかな。 早く帰れ。帰れ、マジで。帰っちゃってください、どんどん。僕はもう、え、まあ、SKS 打ち込む、もしくは、グレネードポーオンで、勝ちです。さあ、もう一回レーダー来た。さあ、どう敵の赤いレーダーは見えず。え縛しばかれたのかいや、わかんない。あ 最悪、来てるわ来てる来てるお前、ちょ待て挟まったちょ待て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 やめろ話せばわかるだろアップなでまだ軍事基地にもいるんだよなええー、オッケーしばきましてんはーい復讐者も来たということでねアップな

VSS の回になってしまったな。SKS を使おうと思ったな。VSS でした。じゃあ僕はあのもう平和に帰るんで。だから。もうマジでどっか行くんでで。なんか復讐者縛らかれてるし。かわいそう。で、えっと、ミリタリーベースにも来てるんで、もうここはね、一旦帰る。うるさいわ。邪魔すんな。俺はもう帰りたいだけなんだよ。 さよなら。で、こいつ切り替えて、で、こっちにアーマー修復使いまして、帰ろうちょ。まずい。普通にさ、ちょっとミリベの敵怖いわ。ミリベの敵壊しというわけで、えー、もう離れましょう。もう一旦ね、逃げる。もうこうやって地道にさ、やってきゃいいのよ。この全ロストライティングは。何もね、一度の戦闘で全員ばく必要ないかな。 一人芝居たら帰還。一人芝居たら帰還。これを繰り返すことによって億万長者になります。あのね、一気に稼ごうとするからいけないんですよ、皆さん。こういうゲームはもう地道なの。もう地道に稼いでいくしかないわけ。というわけでね、僕はもう端っこの方まで来ちゃったので、えー、ここら辺でね、脱出ゲートオープンさせて安全に帰還したいと思います。SKS のね、試し撃ちしよう。枠ね。 こんだけ当てないといけないんでしょやっぱりさ、タンスナか。まじさ、このゲームの DMR、息してなくて草。まあ、安定はするよ、確かに。でも、ただそれだけって感じがする。安定力はありますけど、何かっていう。別になんか、そんなにね、強くないんですよ。弾もさ、めっちゃいいやつ使ってんの。でも、ダメージ弱くないか。うーん、よくわかんないですね。まあ、ヘッドに当てたらいいのかもしんないけどね。 俺はヘッドに当てるエイム力なんて持ってないんじゃん。まあ、一旦この上登りまして。あね。そんなに強くない。まあ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 。あのー、否定ばっかしててもあんま意味ないんで。で、まあ、あのー、グレネードもまっ今めっちゃもらったし。まあ、いっか。今回のレイドはね、大成功です。はい。完璧です。弾薬ケース取られてるわ。マジか。 ここいたんか怖っ。ここで湧いた敵いたんだ。でもまあ、多分あそこだよな。あの、ミリタリーベース行ったんでしょうね。やっぱ序盤ね、あまり動かない方がね、いいのかもしんない。まあ僕はガンガン動きますが、動いてバトルカーディング集めて、もう早めの帰還です。やっぱランクマっていうのはね、その一番に帰還することに意味があるから、 これで帰還して6層ゲットしてねもう報酬うまうまでもうレイドを完全成功させるんで僕はまあ僕ぐらいのねまあプロになるとまあそういうね試合後の展開まで考えてるんで、うん、試合中だけじゃないんですよね結局はははは,はこはどこだよどこだよ焦らせんなよプロもさやっぱあの木から落ちるからな手がまずいヘルメット破壊されたふざけんな なんでそんなさ、マロ不情に俺ヘルメット破壊されないといけないんですか怖いわ。マジでこういうのね、あの、こまめに修復しておかないと、敵がさ、来た時に、本当に悲惨なことになるから。マロに縛らかれたも同然みたいな感じになっちゃうからね。はい、じゃあ君のこと撃破して帰りましょうか。何も落とさないんですか、本当に。喧嘩打ってくんじゃねえぞ。帰るわ。さよならー。 バイバイキーン。あと2秒です。まあ、無事に帰還できそうですね、今回は。素晴らしい。まあ、やっぱ復讐者の人もね、しばかれたんで、まあ、かなりね、まあ、ど安定に、えー、え立ち回ることできたかなと思います。はい。はい、馬死ということで、えー、ありがとうございました。脱出成功です。さあ、めちゃめちゃ稼げたんじゃないバトルカーディング、なんと699ポイント。 でも星はつきません。さあ、ということでね、報酬見ていきましょうか。これだよな、やっぱ楽しみは。いやー、そんな強くないね。ミックちゃんもついてないしね、全部は。まあ、M700 にしとくか。M700 ゲッチュ。さあ、そして。いや、ここはどうしよっかな。燃料タンク。さらに。5S アーマー。OK です。まあ、ということでね。 皆さん、まああの、遠距離だけじゃなくて、やっぱりあの、キン距離用にね、武器持ってった方がいいわ。ダブル持ちな。まあ、SKS はもうあの、使った感じね、救えません。はい。まあもうあの、やっぱりタンスナ一強ということで、もうあの、タンスナね、持ちましょう、皆さん。あの、DMR なんでね、初めっからなかったんや。A 上、こんがりでした。じゃなっちじ